あれ怒りの形してんのってなんだっけ、バイオニクスの。マウスはね、間違いなく変えた方がいいよ。マウスはマジで変えた方がいい。マジで変えた方がいい。マウス変えるだけでやばいよ。言っとくけど全然違うよ。もうマジで。ん？フェイバリットプレイス？スクール！スクール！アイラブスクール！アイラブスクール！やべ、マウスの違和感がある。Gプロ、最初は違和感あるな。今なんか、ホロスコープが包帯って書いてなかった？やべ、めっちゃやばい。ちょっと待って。が奥層になられてるわ今。エイムが奥層になられてる今。とってもやばいわ。マジエイムが奥層になられてる今。とってもやばい。プルプルしてる。どうやってエイムしてたんだ俺このままですね。エイムが奥層になられてた。エイムが奥層になられてる。あー、カバン。ラッキーじゃないんだよな。ラッキーじゃないんすよ今のは。今のラッキーじゃないんすよ。撃ってたら出てきたんじゃないんすよ今のは。違うんすよ。いや割とマジで。いや割とマジで違うんすよ。やばな、きれいなさんさん。100試合ありがとうございます。そんな、あー撃ってたら出てきた、当たったっていうあれじゃないんすよ別に。そういうことじゃないんす。
ちゃんと意味があって打ってます今。あ？おい！What the fuck? What the fuck? What the fuck?今慣れてきたな。やっぱちっちゃいマスあれだな、振り回した方がいい。まあ、遠距離はともかくな、近距離はいいな。やっぱり遠距離はなゴミなんだよな。やっぱ安定感がないんだよね。慣れでどうにかするしかないか。遠距離慣れた方がいいよな。近距離慣れんのマジむずいからな。Favorite.例えばこうやって待ってるじゃないですか、ショットガン持って。でたまに顔を出さないと詰められて、このゲーム飛び出しが弱いから、待ってても殺されちゃうんですよ、場所が分かってるとね。例えばこうやって待ってて、ショットガンで待っててね、こうやって顔出したら出が強いんですよ、このゲームは。だからこうやって隠れてて、いくらショットガンって言っても場所がバレてたら殺されるんですよ。だから牽制しながら前詰めてくるっていう可能性を分からなくして、で相手は顔出さないと状況が分かんないから顔出してきたとこをヘッド抜いた。以上です。What is your favorite weapon? SKS。山田綺麗な空さん100チェーンありがとうございます。いや FPS やってた人は結構普通だと思うけどな、多分
競技的 FPS やってた人だったら多分割と普通にやる駆け引きだと思う。フルオートで状況はガンなくして詰めるっていうのは割と多分普通にやると思う。うん、クロスファイアとかでも、クロスファイアとかってかどの FPS ゲームでもやるんじゃない。どのゲームでもやると思うよ多分。うん、どのゲームも決め打ち多いよ。 GO とか今特に決め打ち多いじゃん。決め打ちっていうか、まあ決め打ちとはまたちょっと違うんだけど、まあ決め打ちみたいなもんか言うて。まあ決め打ちですわやっぱ。じゃあ決め打ちで、そういうこと。今いたよね、落としたよな。またレッドゾーン。だから打ち終わるまで待たなかった理由はあれだって、相手が詰めてこられたらやばいから顔出してきたんだべ。状況は分かんないしだって、相手はだって打ってきて詰めてきてるかもしれないし、打ってきてないのかもしれないからね。でも俺は詰めてなかったのは、打って仮に出てこなくても下がれる位置に取ってるしっていう感じだよね。まあ決めに行って殺してもいいんだけどね。相手からしたらどの二択かは分からないから顔出してきたんでしょ。そういうこと。詰まりづらいけども詰められるでしょ別に。相手からしたらそんなの分かんないからね。なんでこいつフルオートで撃ってんだって思うぐらいじゃない。それより7ミリがないんだけど。まあなんだろう、別にそれが正解なのかは知らんけど、俺はただそう思ってやったよって話。別に適当に打って当たって死んだわけじゃないよっていうのを言いたかっただけ。それが合ってるかどうかは知らん。あ、もうね、もうマスターオブ PUBG に聞いてください。僕は分かんないそんな。やばいな、これ上にもいるな。マスターオブパブジーに聞いてください。こいつかな。持ってないな。これどうすっかな。こいつかな。一瞬すげえ近くの塀かなと思ったけど全然違った。パブジー、みんなでもパブジーって言ってない。
やっぱあれなのかね、難しいよな。遠距離のシューティングレンジが欲しいわこのゲーム。もう山登るか。まだエイムがほぼついてない。音は変だったね、明らかに。このゲームでも音が変な時は変なことは割とあるからな。戦士ね、やっぱ慣れるしかないか、これで。近距離、近距離がな、メインだからな、割と。特にこのスタイルでやってると。あー、やってるね。あれ、ジオっぽいよね、打ち方。あの決め打ちジオっぽいよな。そうなんだ。シュラウドのうまいところはマジでキャラコンのうまさあるよね、本当に。キャラコンうまいよな。マジでキャラコンうまいよな。キャラコンおじさんだよな。おじさんじゃないけど。ある程度はできるだろうけど、あそこまで。あの人でもうまいけどな、本当に。シュラウドってさ、割と、うわ、お前やべ、なんだあいつ。え、どういうこと、全然意味わかんないんだけど。え、何が起きた、 What?血吹いたとこまで分かったけど、 What? What? あ、落とせねえんだけど、なんだこれ。いや、死んだのは分かったんだけど、木に当たって死んだのか。そっか、なるほどな。死んだのは分かったんだけど、死因が分かんなかった。なんで死んだのみたいな。
うん、してるしてる。いや、でも俺それが意味が分かんなかった。衝突死ってああいうキルログになるのが分かんなかった。自分で自分を跳ねたっていうキルログが出てたの見てたよ。 D なんちゃらかんちゃらさん、マジさん船に同乗してきた気がする。ガス逃げ、橋下にぶつけて殺してた。なんだそれ、どうやって。自分は大丈夫だったの。 What?What?バギーで走り出す。
トポンスリーさん300チアありがとうございます。わらびさん100チアありがとうございます。いやー